はい、どうも、妖怪三国志国取り図ず今回もやっていきます。今回はね、今現在のスコアが 77,872 ということで、あの8万ね、やべえ、いけそうだということで、ちょっとね、あとね、七遊の試練ね、あれこれいけんのかな、戦いできるはず、あれいけなかったらどうしようあれ最後サイコロス買った方がよかったのかな、あとはちょっとね七遊だしね、今回ねすごい、あの勝利への道筋が見える、あのボーナスのところが全部ね、あのポイントだったんだ、だから超運ですね。意外にしぶといよな、なんか守り効いてるっすね。はい、あれこれいけなかったらどうしよう、ちょっと受けるんだけどいかなかったら、勝ちましたね、獲得スコア3000だから、ああいったね、よかったね。はい、ということでね、なんか運よく8万いきました。もしかしたらラッキーステージも出るかもしれない。はい、出なかったですけど、ミッションでね、ルーティンが終わって、それでね、獲得できました。一応ね、本当にこういうボーナスのとランダムのところでほとんど報酬でした。だからただイベント9999ってやつ、だからただの運ですね。なのでまあ何回かやってれば運があるのかなっていう感じがしますね。ちょっとまだガシャ引いてないんだけど、これどうしようかな、もうガシャ引かなくていいかな今でもね、かなり456で到達したね、サイコロね。はい、もうね、今ね衝突しちゃってるんで受け取っちゃいます。これね、受け取りになっちゃうので気をつけましょう。風民挑戦ということで、超三突、これは動き姫と同じ声かな。はい、というわけで、ラッキーステージ来たらね、次の突が行くので、なんか毎日一突できんじゃないかということで、私ね超突チャレンジしてしまいまして、ついにね、超三突まで行くと、これもともと戦力ね8000、あ、1万500超えなんだね。はい、9000超えになって、私の手持ちのね、ミストシャドウをまあ超えるのも時間の問題かなというと、ナンバー2でもうすぐね来そうだなっていう感じがしますね。はい、そしたら、でもいいよな、風味なんか、でもね、もう衝突しちゃうともうなんかすごい気分が楽ですね。なんとかあんまり役に立てないんだけどね、勇ましい命中雨、まあでも水、何度も言ってるけど、プリブキ、あ、薄吹きに水がいないんだよ、この業界全体でもね、少ないってこの前言ったよね。なので妖怪全体的に少ないんだよ、この業界、不気味薄らかで水が、なんでね、あ、ヌラリをゲットすればいいのか、感じだけど、創生もね4体しかいないし、はい、間違ってないと思いたい。さあ七遊行きましょう。円のねやつ4周目がクリアとなります。もう2日でね、2日でクリアって感じなんで、まあ1日でね、そう1日ダブル感じでクリアさせていってるんだけど、毎日クリアをね目指してまして、まあ、楽器編成して2万以上の戦力ね。で、ニョロロンを倒そうと、ポカポカを倒そう。で、これが、今回編成じゃなくて、倒そうに戻ってんな。編成だったら楽なのにと思ったけど、倒そうに変わってましたね。そして、ハードモードのところは、うすら影と豪傑を倒しましょう。あ、豪傑と海までうすら影を倒すと、まあ、効率のいい周回になるのかなと思ったんだけど、今回ね、お宝が結構集まったんだよね。なので
ニョロロを残してちょっと降臨チケットは残りの数が心配だったんで、まあまだね、まだ573枚あるんだけど、まあいいやということで、ゲットしちゃいます。あの銀の方を集めました。かなりね銀が落ちてくれたんだよね。割合としてもかなり、普通が120に対して100もね銀が落ちてくれて、金も結構落ちてるんだけど、うん、なんかお宝は割と落ちてる感じがするかな。でさっきも言った通り、うすら影のところね、うすら影、まあ、ここが3体有名なとこだけどね、うすら影のところで、まあ、最後はねもう終わったらこれでアイテムドロップ妖怪で周回してたんだけど、まあニョロロン倒すためにねこの楽器で周回したり、あとはね、これは豪傑だけだけど、豪傑か、なんだっけ豪傑か、不思議か、不思議でわざわざね、うすら影、うすら影のとこって結構ね、いっぱいあるんで、もう目もね、みんなもう知ってると思うんだけどね、うすら影毎回出てくるからね。はい、そこで周回して、クリアしました。まあ、2日かけてクリアだね。はい。あ、ごめん、カイマを編成したね。豪傑とカイマね、ごめん。豪傑とカイマを編成して、周回してましたね。まあ、ちょっとカイマ先に終わったんで、っていう感じかな。はい。なんでね、そう結構ね埋めちゃったかな。はいはい、というわけでクリアしていきましょう。で経験値ゼニーもね、15勝してます。まあ残りまだ余裕がある感じで、これで10凸いきますね。はい、という感じで4周目かクリアできました。ニョロロンをね残してのクリアです。出すだって。はい、というわけで5周目になります。5周目でアニメーション終わりかな。5周目、6周目でね、これが終わるとついに小生ゲットになるんで、最後の試練だということでね。はい、楽器、最後の試練に臨む前に一つ聞いてもいいか。お前は正義をとても大切にしているが、長らく姿を隠したようだ。お前の強さと性格からして、自分でどんどん行動して正義を実現しそうなものだが、何か理由があるのか。確かに昔の俺は、俺の思う正義のために多くの人に力を貸していた。それが正しい生き方だと信じきっていた。しかし俺の力は強すぎた。いろんな戦いに力を貸したせいで、かえって世は乱れてしまった。そんなお前は悪くない。困っている人を助けようとしただけだろ。悪気はなくとも混乱を招いてしまったのは事実。だから俺は隠れて静かに暮らすことにした。本当に大きな目的を持った正義を心に宿す者が現れまで。例えば天下を救うとかな。まあといってもなんかキングダム見ると円のさ、あの将軍とかめっちゃ毒攻撃してたよね俺はお前を絶対に悲しませたりしないことを誓おう。その力を借りて天下を救う。素晴らしい。お前は俺が見込んだ通りの男のようだなって。でも天下をさ、この武器を使ってねえって感じがするけどね。はい、というわけで4周目クリアで、5周目ね、クリアすると進化の秘宝をゲットして、ついにね小生義軍神楽器がゲットできることになります。いいね。今回ね打ち消し、容器上昇、ミニチュアアップ、攻撃速度といってね、まあスコアタとかね、そういうのでいいですよね。防衛とかでもこういうのがねいると、今まで S ランク強かったけどね、効果7でね、ついに効果8がマックスだけど、7もねかなり優秀で、いやーこれは早くゲットしたいね。明日ゲット動画を出したいなと、目標だけどね思ってます。まあ一応ね、ゼニチャレンジとかいつもあるんだけど、一応ゼニチャレンジもまだね残ってるし、5回は残ってるので、明日でねゼニチャレンジいますし、うん、降臨チケットもね、まあ大丈夫だろうなと思いつつもね、残してみました。で、進化の秘宝を使うにはね、グレードマックスにする必要があるんでね、
このお宝っていうか、そこ足りないところはね、それも注意しつつ周回するのがいいのかなと思います。私もこの土と風すごい少ないので、いつもね、気力の消費の少ないところやってたからね。はい、これでね、10凸完成です。これであとはね、5周目クリアすれば小生楽器さん、義軍神楽器さんね、ゲットできることになります。まあ S ランクでも十分強いけどね。そしてさあ5周目ですね。5周目は2万5000の編成以上になりますね。2万5000で、あ、今度は倒せじゃなくて編成してになるんで、今度は楽ですね。編成してで統一してくれればいいのにな。なんかミスですかね。楽器って必殺攻撃じゃなくてバフだからね。編成して500勝。これ結構大変だけど、まあ、降臨チケットね、600勝まであるのか。かなり残してあるんで、いけるのかなと思います。そして、プリチーの妖怪を倒そう。お、いいね。プリチーを倒そうだ。2万5000のプリチーを倒そう。あと、群馬神編成しないです系か。そして不気味の妖怪でとどめ、あ、ちょうど封印が使えるな。不気味の妖怪でとどめ、そしてエンマの妖怪でとどめ、ということは不気味とエンマ編成して、最初の方は群馬神なしでね、倒せるといいのかなっていう感じがしますかね。でって書いてあるね。はい、という感じで、でここまでは銀なんでね、銀がさっき言った通り集めやすいので、まあちょっと群馬神編成しないでとかってなると、かなり厳しくはなるんだが、群馬神編成しないでっていうのでも、まあね、エンマは結構ね、強いの多いので、まあ、不気味のレベル上げ、封印ちょうどいいな、封印をここに入れてあげて、ちょっとあれだね、暴走エンマ、まあこれでいいか、まあ、こんな感じでね、おお、スタミナもなくなってきたんだよね。やっぱ収穫大変だすな。宝珠も減ってきたっすよ。ちょっと光栄ばっか入れてるんで、あんまりもっと前衛入れて戦った方が本当にいいね。不気味の強い前衛入れた方がちょっと早く倒せるんで、ちょっともうちょっとメンバーね、抱いてやりたいと思うんですけど、あ、ちょっと群馬神ね、編成しないとアイテムドロップバックがいないので、あれですけど、まあ一応弱いところはね、あれなんで、あ、でも銀をゲットできたんで、よかったかな。はい、という感じで、やりたいと思います。グマシン編成しないでね、不気味の妖怪か、エンマで倒そうだよね。これは割とね、すぐ、やっぱカウント倍なんで進みますね。で、あとさっきのプリチー2万5000以上については、結構いいのが万里の試練かもしれませんね。万里の試練、私、相変わらず40クリアしないんだけど、プリチーでしょ？プリチーいるよね、2万5000なら。プリチーいるよね。ちょっと強いかな。プリチーじゃなかったか。あ、いたよね。31からプリチーなんで、まあなんかここでいいんじゃないのっていうね。倒せないかな。ちょっと無理して1体で行く必要もないんだけど、ちょっと1体で行ったのは失敗かな。やべ、寝ちゃった。あ、やべ、1体じゃ勝てねえか。ちょっと失敗しましたね。1体だとあれなんだけど、うまいことやってね。バカだな。はい、まあここプリチ5体いるんで、そうね、なんか強そうなメンバーに入れて、それでなるべく召喚で倒しましょうかね。なので降臨も悪くないのかな。
さっき全然でも倒せなかったね。こっちをぶっ放してからやるか。あ、火でやれば一発だったんだ。何やってんだよ。そっか、これ無属性だから。あ、でもまあこれでも2体倒せたからまあいいのかな。まあ相手クリーチーだから火に弱い妖怪多いんだね。火の群馬神うまく使えばよかったね。はい、ちょっと編成すれば、あ、そっか、編成すれば OK だから別に1体でやらなくてもいいですね今回は。はい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 、ミスっちゃいましたね。はい、なのでまあ万里の試練もいいし、まああとはどうだろうね。一番法隆も使わないっていうのとあれば降臨チケットでね、あれだし、プリチーだからジェットニャンの、あ、でも1体しかいねえな。プリチーだとやっぱあれか、ここだな、トラジローだな。トラジロー5体いるんで、まあ、さっきも見たけどね、編成してればいいので、うん、なのでなんかあれだね、交互に倒しなさいと編成しなさいが回ってくる感じですね。なのでちょっとよくチェックした方がいいですね。前回の3週4週目は編成してじゃなかったんだ。あれ、これで2回クリッチー5体倒したんで20消費してるはずだよな。はい、まあまあ万里の試練ね、うまく使うといいと思います。まあもちろんね、スゴロクでもね、カウントされますんで、戦力があれだったらね。はい、ということで、プリッチー、あ、ここは学期で倒そうなんだ。あ、編成してか、あ、やっぱ倒す、で倒せか。なるほど。じゃあ、頑張らない。やっぱあれだ。なるべく倒せるように、うん、弱いやつを盾にしてね、戦うのがありかなっていう感じですかね。うん、まあこの辺は1体でもいけんだよね。降臨は1体でもいけるので、降臨でもあるかな。シシコマはニョロロいたもんね。なんてまあトラジローが一番いいね。多分1体でもいけると思うので、これでねしっかり倒そうだよな。なんか変身何なんだろうなこれ。はい、という感じで、スゴロクはね、とりあえず毎日一突を目指して、さらにねスゴロクはね毎日クリアということで、はい、一突完成しましたんで、以上明日ね、詳細をお見せしたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、そうか、倒そうだ、ちゃんとよく見てやれやな。はい、いけますね。これで10体いけたんだね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。よし、明日ゲットしよう。